ブンブンハロー予兆。このブンブンハロー YouTube は喉に負担かかるっすね。はい、始まりました、モンスターズジョン TV。 これが正解だね。 OK、 今回もね、面白いものを紹介したいと思います。今日はサクサクいきます。なんでサクサクいくかって、今回紹介するものがね、サクサクしてるからっすよ。サクサクしてるかどうかも知らんけどね、普段だったらサクサクしてるね、美味しい食べ物です。それでは紹介しましょう。今回紹介するのはこちら、ブラックサンダー、雷神炎上中。まるで外人炎上中だね。はい、ってことでブラックサンダー雷神炎上中、間違えそうになりますね。外人炎上中、この動画で炎上したらちょっとやみます。はい、ってことでね、ブラックサンダー、この雷神炎上中、焼いちゃっても美味しさ稲妻級と書いてありますね。まあ、焼いちゃってもって書いてある通り、焼きチョコ、焼きチョコとのことね。見ますでしょうか、焼きチョコ、焼きチョコ、前回とまた違いますね。今までのブラックサンダーといえばやっぱりサクサク感がね、売りだったのかなと思いますが、今回のこの焼いちゃっても美味しさ稲妻級焼きチョコ、どういう感じになってるのか早速開けていきたいと思います。ジゴーン、もう全然違うね。なんか粉っぽいようなのが、粉っぽいようなのがついてるね。粉っぽいのが吹いてあるような。あら、これ今までと全然違いますね。丸い形状、丸い形状というか、まあ今までだったら平べったいようなね感じのがブラックサンダーだったけども、全然重量感もありますね。うん、ちょっと早速食べてみたいと思います。うん、すごい焼いてるまんまのコメントに申し訳ない、焼いてる。なんかね、ブラックサンダーとはまた別物だね。うんうんうん、たまんない。サクサク感がすごいよ。なんか2層3層に分かれてるような感じ。うん、1個こう噛んだ瞬間に次の層があって、また次の層があってみたいな、違う食感が楽しめる。めちゃくちゃうまい。ブラックサンダー雷神炎上中、外人炎上中、あっちバカ野郎、あっあっち、できるかボケ。はい、外人炎上中、マジ無理っす。でもね、ブラックサンダー雷神炎上中、これはめちゃくちゃうまいですね。新しくまだ発売したばっかりのね商品、これもいつまでね、あの発売してるかわかんないですからね、あの皆さん、これがまた新しいのが出て切り替わらないうちにぜひぜひ食べてください。そういえば前にキットカットを焼いて食べるっていう商品ありましたよね。じゃあ焼いちゃっても美味しさ稲妻級のブラックサンダー、僕も焼いちゃいたいと思います。はい、じゃあトースターを使って早速焼いていきたいと思います。結構食べちゃったからね、あと何個あるかな。1個、2個、3個、もうナイス、食べ過ぎた。ってことで3つ焼いていきたいと思います。ではいきます。あんまり料理が得意な僕ではないですけども、どうなんだろうね、120と300ワット何がいいんだろう。これ今今日の、あ、120じゃねえわ、1200だ。1200の方がなんかいい感じに焼けそうだね。じゃあ1200でいきますか。1200の、
10分焼きすぎ？どうなんだろう。いや、念のため5分でいこう。 OK。 5分やりすぎかな。もうちょっと短くしみようか。2分。これなら大丈夫でしょ。これって焼いてる最中に開けていいのかな。なんか美味しく食べたいよね。ちょっと見てみようか。熱い。そりゃそうだわな。落としたけど大丈夫。お、来たね。これもういいっしょ。もう上げていいっしょ。はい、それでは上げてみましょう。うん、これはね、焼きすぎたかな。あっ、くっつけやがった。あっち、あっ、あっ、熱い。焼いちゃっても美味しさ稲妻級ブラックサンダー。焼きすぎちゃいました。でもせっかくなんで食べていきたいと思います。もしかしたら中は美味しいかもしれないんでね。では早速いただきたいと思います。うん、うん、あれ、想像してたものと違う。うまい。焼きすぎたのにうまい。いや、もちろんちょっとね、焼きすぎちゃったんで焦げの味もね若干するんですよ、上の部分がね。だけどさっきも言ったように何層にもこれ分かれてるから芯がめちゃくちゃうまい。多分これちゃんとした焼き時間でやって焼き加減でもやったらめちゃくちゃうまいもんできます。やっぱ稲妻級ですよこれ。ぜひ皆さんね、ちゃんとした時間でやってみてください。めちゃくちゃうまいと思います。以上、モンスターズジョン TV、 次回もお楽しみに。